絶対大丈夫。じゃあ三時スタートで。何？ギリ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 っぽい感じで。いいよ。俺12時からいて、なんかすっごいこう面白いアクションとかやって、2本分ぐらいね、持たせます。取りだめする？そう。あれしょ、型でしょ？型、空手の型やってやるよ。そんな。本当これがパワハラっていうのが分かんないんですよ。多分。だって本気では言ってないよ。いや、本気で言ってなくても、あ、気にするってこと。強さんはちょっと、ね、ほんのちょっと気になっちゃうの、うん、俺それが自分で分かるんですよ。女性脳だから。女性脳いいよ。女性脳すごい共感しました、うん、ね。あ、そうだよ。多分、いや、顔見たら分かるんだもん。男性脳と女性脳簡単に分かるもん。気にしちゃう。そう、そうそうそう、それもあるっていう人だって。それはまあまた違うし、うん、で、みんなビビるんですよ。ああ、これビビられてないでしょ、別に。ビビられてるよ。ビビられてるよ。ビビられてるよ。俺だって木村さんって怖くないんですかってすごい聞かれるよ。俺も聞かれる。怖くはないよ。さあ、三谷さんがやっぱ先輩だからっすねみたいな。やっぱ怖い、怖く思いたいんじゃない、うん、そう。下の人は木村さんをやっぱり見上げる、仰ぎ見る存在。ほら、もうその顔、何かを我慢してるみたいな顔。我慢してないのにしてるように見える。やるやる。そう、こっからいいこと言うんだろうなっていう顔するの。そう、翔太君よーく見とけよ。こうはなんない。どんなに売れてもこうはなんないよ。いやー、ほんとそう。してない人っているじゃん、リュウジみたいな。こら、全部俺はオブラートに包んで今喋ってたんだよ。その人のあの顔が浮かびながら。でも大物感はあったよ、やっぱり。三田台さんインタビューしてて、こいつはすごいなって言いました。いや、まあバカだなって思ったのはヨウ君ですね。ぶっちぎりでヨウ君が名刺もらった。確かそう。あのね、あの財布出してんのよ、インタビューの場所でね。でも俺今までいろんな人に財布出してて初めて見て、お前なんで財布出してるんだ。いや、おごってあげようかと思ってって言われて。誰に？俺に。ギャグで。ギャグじゃねえよ、あいつ本気だよ。あれすごいっすよね。あれはすごい。あの子やっぱ変わってんのよ。何が大事か大事じゃないか分かってね。で、ヨウっていう名前は、まあ、読みづらいじゃん。で、なんでそれにしたかった。エグザイル意識してって言って、じゃあエグザイルっぽいこと何してって言うのか、やってないっすみたいな感じで。でね、インタビュー終わった2日後ぐらいに、ね、忍者っているじゃん、アイドルの。昔いたじゃん、いましたね。そこに柳沢蝶って書いて進むっていうリーダーがいたじゃん。あいつにダンスを昔習ってたんですよっていうのを何にげなくつぶやいてんだよ。それ言わね、普通インタビューで。あー、相当そこでね、はい、って思って。そういう、それ緊張して抜けちゃうとかじゃない。いや、分かってないんだよ、何が大事かが多分。でもまあ変わった子だよ。なんかシェラトンのベルボーイやってて。いいじゃん、じゃあヨウ君もまた呼んで、うん、DMM の人なんでしょ。いや、ヨウ君は危険。ヨウ君はね、とにかくフレンドリーを履き違えてて。俺思い出しました、それで、うん、バッチとか嵐君とかで収録してる時に別の DM じゃない、うん、で、はい、その子が来て、うん、なんだっけな、そもそも俺には来なかったんですよ。あ、で、バッチとかに行って、なんか上からなんかガチャガチャ言われたって。あ、まあそういうタイプ、そういうタイプ、うんうん、確かそんな名前ですね。うん、そんな変わってくれるんだねっていう話をして。ヨウ君すごいよ。逸材揃いですね、DMM さんは。さすが。日ハムの中田翔にもシェラトのベルボーイ時代に 上から行って、割とガチで怒られるっていう。ベルボーイが上から行くってどういうことですか。なんか外人が多いホテルなんで、外人っていう名前を覚えてもらわないと話にならないらしくて、チップももらえるらしくて、だからそういう感じで、へー、はーいみたいな感じで言ってる接客をやってたらしくて。I cannot speak English から始まるのが一般のギャラチーよ。外人相手に。嘘。本当。肝座ってますね。うん。肝は座ってるな。そう、インタビューなのに動画回していいですかって聞いてくるしさ。俺 YouTube やってんだよって。不思議な子だ。面
面白いな、うん、印象に、とにかく印象にだけ残ってる。話聞いてるだけだとやっぱダントツでこっちの人が、そう、だから真面目なんだよ、うん、そうで、そう、いや、番号、番号一周したから次木村君じゃない、はい、俺ですか、うん、じゃあ3番、はい、リセットしたいこと、リセット、むっちゃくちゃ単純にこの3人はリセットをしたいって思わないタイプ、そうだね、うん、そう、あの人はもう常にリセット、質問、血液型教えてください。 A 型、木村さん、俺も A だよ、 A です、お、俺も A、やっぱ性格って血液型関係ないね。あ、それはそうなるとね、それはあるんだよね、うん、まあもともと俺と木村さん違うなと思ってたけど、やっぱ関係ないんだ、うん、三田内さんも A なんだ、 A です、はい、そう、ただ俺なんだゲーム、うん、そのアプリをまれにやるときは、うん、まあリセットマラソンは長いっすよ。リセマラってやつはするの？何リセマラって？リセマラの説明してあげて。リセマラって何？最初はあのアプリとか始めると、うん、そのチュートリアルが終わった後に、はいはい、チュートリアルって何？最初の説明、説明です、説明、はい、説明が終わった後にそのガチャを回しましょうっていうのがあって、うん、そのガチャで無料で引けるんで実際は、うん、だからいいのが出るまでやり続けるんですよ。初期のね、はい、設定で、うんうん、強いのが出るまでは何度もリセットされてました。リセットしてまたやって、はい、で、いいの出なかったらリセットしてまたやって、はい、初期の特別プレゼントみたいなガチャ、無料のガチャを何回もやる、はい、何回もやって、それやってんの、いい、ね、俺やるとなったら、このゲーム始めようと思ったら、まあ納得するまで5日も6日もやります。5日も6日もすげえな、山ごもりみたいな、すげえな。で、何のためにやるの？少しでも始めたらもうさ、やっぱ強くなりたいっていうのがあるんで。ないわ、そう、俺もないわ。もう最初に選ばれたもので頑張ろうって思う俺、うん、そんなのやっても俺 2,3 回はやるかな。あ、これ違うんじゃない、もしかして初期設定って、っていうのやるけど、でも始まったらもうリセットしないかな。最初 2,3 回やって、まあ、ゲームはまあそうですけど、人生のリセットっていっぱいあると思うんですけどね。そういう意味ではね、最初それリセットしてて、うん、これでいっか、いやーって打つ、ね、はいはい、決してまた2時間ぐらい出ないと、うん、あれにしたかったってなるほど、あるんだ、へー、そっか、いろんな楽しみ方があるんです ね。じゃあ人生っていうことで置いて考えたら、うん、なんかあるんですか、そのリセットしたいこと。いくらでもありますよ。そんなにねえだろ、うん、そんなのあるの？え、ほとんどですよ。俺1個だけだよ。何？俺親父死んだ日にどうにかできなかったかなって前も言ったけど、その悲しい話また始める。もうこれ何回もしてるよ。そう、ずっとそれ、時間戻してでしょ。そうそう、リセットできんだから、交通事故、まあそうそうそう、ね、なんだけど、うん、なんか最後に朝ですか、あったの、うん、夜ですね。朝はもう仕事行ってた、うんうん、そう、だからそこぐらいだよね。あとはもうだって自分で決断してるわけじゃん。自分で決断、いや、それは後悔した決断もあるけど、それはまあでも明確に俺は選んだしっていうのあるから、うん、あんまないよね。内海さん具体的に、俺具体的にね、あのリセットしたかったじゃなくて、したらどうなったかなっていうのは、うん、思うとかね。酒井さん、ルーキー酒井さんっていうね、はい、大先輩いるんですけど、酒井さんから誘われたことが、ガチで誘われたことがあったんだけど。何ですか？ヘンプロ、ヘンプロ新しく立ち上げ、飲みじゃねえよ。そんな軽い話じゃねえわ、今話すことは。飲みじゃねえ、ごめんごめん、こっちも言葉だらけでした。いやいや、ドラゴンヘッドでしょ。飲み、そう、ドラゴンヘッドを立ち上げるときに、うん、うち行け、ね、うん、あの俺の片腕じゃないけど一緒にやってくんないか、うん、もうマジで。それは大木さんの立場と どれぐらいですか？僕まだ編集部にいたんですよ、うん、副編だった。あ、副編の時、副編だったんです。その時に白夜書房を辞めて、一緒にうちで新しいパチスロ雑誌作ってくんないかって、もう本当のマジの相談をされて。20年前ぐらいだね、うん、すんげえ考えて、やっぱ不安だし、ね、どうなるか分かんないから、うん、いや、すいません、ちょっと今回はっていうのを3日後ぐらいに、ちょっとやっぱ、そんな、いっぱい悩んだよ、ちょっと今は辞めれませんみたいな、うーん、のを
話したんだけど、その時にもし酒井さんと一緒にドラゴンヘッド立ち上げに参加してたら、うん、今どうなってたかなと思って。神谷さんですよね。なんでだよ。なんで上司に合わせなきゃいけないんだよ、髪を。ドレッド。そんなことないですよ。そんな俺初耳ですよね。うん、そうなんですよ。1回あったんですよ。酒井さん家に呼ばれて。あ、沼袋と沼袋のアパートに呼ばれて3時間ぐらい喋って。すげえな。じゃあかけてたんだな、あの人あの仕事。そうそうそう、やっぱり。そういうことがあったから、もしも乗ってたら今どうなってたかなって、ね。まあまあ確かにね。20年、この20年をね、どう生きてきたかっていう話ですよ。それちょっと考えちゃうね。うんうん、でも大木さんのはもしもっていう、もし別れ道の分岐の話じゃないですか。分岐っていうものはありますからね、リセットはないですね。分岐は、分岐は読者だったらどうだったのかなって思います。結婚しなかったら、あ、結婚してなかったら、うん、ここまで独身でいたらどう、なんか変わってたのかなっていう、うん、結婚して意識はじゃあ変わったっていうのはあるんだ、木村君の中で。ないんだ。独身でいたらね、うん、人として終わってたと思う。そうか。いや本当に。え、いや人として終わってたと思う。ただでさえ自由人でしょ、うん、唯一まだギリギリ家庭があるから人として今社会人としての枷があったわけ。そうそう、そう生きてると思う。ここにいると思うんですよ。その枷がなかったらもうのたれ死んだりもしてる。うん。って、俺それはない気がするよ。いや、真面目だもん、やっぱ仕事に対して。覚醒剤とか多分やる。ひでえだろ。おいおいおい、そういうの、うん、そんなダメ？ピーとか言ってなんか友達いっぱいいそうじゃん、そういう飲み会で知り合った人とか。ちょっと待って、俺今周りに、ピーって言ってから、ちょっとピーって木村やってみろよとか言って、ピーとか言って、いいのこれなんつって、そういうのを自制してる部分があると。ストッパーになってるんですか。あと朝もちゃんと帰るでしょ。それなりに家、まあそのまま仕事行くこともあるだろうけど、基本は帰るじゃん、はい、そういうのがないと、もう泊まり歩いて、あ、まあ女性関係ももちろんすごくって、まあそれはね、大変なことになってたと思う、うん、よかったね。すげえ。よかったと思う。それ聞くとよかったね、うん、もう言いようがないよね、うん、もう終わってたよ、人として多分。そう思わない。いや、だから分からないんで、うん、そこはまあ仮の人生を歩んで見てみたいなと思います。あ、自分も持ってるほど自制心はキムさんはないっすよ、うん、あ、そう、ね、俺の方がまだ分かる、分かる、分かる、ね、自分に対するルールは内池さんが圧倒的に多いし、木村君の自制心というか、そのあれって周りに対して迷惑かけるっていう、今の立場に対しての責任、そうそうそう、責任感が強い。だから積極臭くなるんだよ、うん、分かる、会話が。積極、うん、あなたは分かるって言っちゃったけどね、翔太君積極せよな、親父これ。そうですか。そう思わないよ、ここにいて。いやもう本当に今ね、どっちが正解か迷うの。難しいっす。オキさんどうなんですか。俺の情報いいっすか。流し目に呼び水をこうやったけど引っかかんないね、やっぱり。そう、でもそうなんです。それは分かる。自制心は多分あんまない方なんで、うん、分かる。まあ、見たらさ言ってること正しい。俺飲み会抜けるの苦手ですから。ああ、うん、なるほどね、はい、俺平気で抜けるじゃん、うん、もう、そう、そこです。それはもう抜けられない性格で自分の首を絞めてることは何度もありますもん、ね、うん、たまに羨ましくなるでしょ、うん、なる、たまに、うん、ほら、うん、ね、まあ、分かる、そういうことだよ。忘年会シーズンど真ん中にはもうああ、奥さんいいなって。そうね。でもさ、実際楽しいでしょ。行っちゃえば、行っちゃえば、うんうん、つまんなそうな顔して飲んでないもんね、うん、そうだよね、うん、楽しいわ。つまんない顔するでしょ。もう顔がやっぱ作ってられるのが40分ぐらいが限界なんですよ。喋んないですよ、その無理やりせーってもう基本おとなしくしてます。だってこなんか喋ってもってなるんですよね、仕事でもねえのに。うん、あ、じゃあ申し訳ないなと思って、喋れなくてすいませんってずっと思って、それがストレスになっちゃう。あ、そうだよね、うん、悪い癖ですけど。いやー、そうだな、内木さんドライっていうか仕事の範囲が狭いよね。狭いんすよ、だから憧れるんすよ。わかるわかる。俺だって前一緒に内池さんなんかワールドカップみたいなのやった時に編集部で、うん、編集部その始まる前に喋ったら
いや三谷さんいいっすよ仕事じゃないんで喋んなくてって思ってそんなドライなのこの人って無理して喋んなくて別に無理してなんか喋ってねえよ俺は。いやちょっとあるまで3回目です。いや4回目です。4回目ごめんごめん本当三谷さん、うん、何回も同じことを喋るのはもうルールとしてやめましょう。2回まで親父の話はね、うん、覚えてたんだけど、2回目だからそれ指摘しちゃいましょう。それあ、分かった、お互い指摘しよう、うん、翔太君もそう、あの同じ話したら、あ、それ前聞いたっていうのをちゃんと指摘しあげる、うん、指摘しよう、分かった、これルールね、 これ俺らの中のルールで締め、アロマルール、アロマルールね。いやもう怖い、もう話し合ってね似たようなこと大体言ってるね奥さんももうだってむちゃくちゃ喋ってるから、ここでこの輪ゴムはいやいや言わないです。だから翔太くんみたいな人が来ると新鮮で、うん、確かにね、まあ、まあやりやすいは正直やりやすいですよ、うん、みたいな。今リセットボタン押してもらいたい、今押したい、今押したいね。じゃあ終わりました。今まで4人でパスする、うん、南国でもいいです、うん、1台だけ復活します、うん、何言ってますか。